キックオフ富山、キックオフ富山、キックオフ富山、キックオフ富山。おはようございます。さあ、今日から始まりましたサッカーの新番組、キックオフ富山。この番組ではカターレ富山の最新情報をはじめ、県内でサッカーを楽しむ皆さんを紹介していく番組です。そしてまだまだサッカー勉強中の私をサポートしてくださるのが、番組のご意見番、森泰二郎さんです。この番組を通じてたくさんの人にサッカーを楽しんでもらいたいと思ってます。森さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最初のコーナーはこちらです。森泰二郎のカターレ熱視線。このコーナーは J2 復帰を目指すカターレ富山を森さんの熱い視線で解説してもらいます。そしてそのカターレですが、先月19日に監督が電撃交代しました。驚きましたね。はい、成績が不振でしたから交代は仕方ないと思いますね。新監督にはヘッドコーチだった小田切さんが就任されましたが、小田切さんは富山県出身でカターレ OB ですので、富山愛でチームを引っ張ってくれると思います。新監督の初采配となった前節の蒲田周りさぬき戦は4対0で快勝しましたね。はい、前線に運動量豊富な選手を起用し、積極的にプレッシャーをかけて攻めのサッカーで結果を出しましたね。試合には勝ちましたが、順位は変わらず5位のままですね。でも、上位の鹿児島と松本が負けたので、2位との勝ち点差は5に縮まりました。直接対決も残ってますし、まだまだ分かりません。さあ、今日はホームで SC 相模原と戦います。ポイントは前半でどれだけリードできるかだと思います。一緒にスタジアムで応援しましょうね。それではここでカターレ富山の左友茂雄社長から番組にコメントをいただきました。カターレ富山の左友茂雄です。この番組を通じてカターレ富山の試合見に行ってみようかな、カターレ富山の選手と触れ合ってみようかな、そういう気持ちになってもらうために、いろんな趣向を凝らした番組になっていくと思います。皆さん方がカターレ富山を通じて、ああここにカターレがあってよかったな、楽しいな、そういうふうに、幸せな一日を、幸せな人生を感じてもらうために、ちょっと大げさになりましたけれども、番組を作ってもらえればというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。これからどんどんカターレ富山を盛り上げていきましょうね。盛り上げていきましょう。次のコーナーでは、私橋本聖奈がカターレの選手に迫っちゃいます。橋本聖奈の突撃クローズアップ。記念すべき第1回の注目選手は背番号1、勝利へ導く熱き魂のストッパー、山田元気選手です。よろしくお願いします。お願いします。山田選手、心の準備は大丈夫でしょうか？精一杯頑張りたいと思います。もうそれでは挨拶代わりに参ります。聖奈の10の質問ありがとうございます。私が今から10個質問しますので、はい、丸か×かでお答えください。はい、質問1、自分の名前元気はとても気に入っている。おお、勢いよく丸あげていただきました。親に感謝。質問2、小さい頃は野球選手になるのが夢だった。ああ、後で。質問3、自分はチームのムードメーカーだ。あ、バツ。質問4、これは誰にも負けないという特技がある。特技質問5、ラーメンはブラックラーメンが一番好き。はっきりされてる。質問6、自分は晴れ男だ。おお。質問7、海のない岐阜県より海のある富山県が好きだ。究極の質問。質問8、実は犬より猫が好きだ。お、早い。質問9、将来は海外のチームでプレーしたい。お、罰なんですね。質問10、カターレ富山でプレーできて幸せだ。食い気味で丸いただきました。10個終わりましたが、ちょっと気になったのを質問していきたいんですけれども。結構面白い質問してきますねまず元気、山田元気さんという名前気に入ってますね。うん、覚えてもらいやすいですし、由来としてはやっぱり元気に、小学校の時とか授業とかで親にこう名前の由来聞いてこようみたいなのあるじゃないですか、
あれ気に入ったんですよ、お母さんに。名前どういう由来なんて聞いたら、そのまま前でって言われました。そして野球選手になるのが夢だったっていうのは両方挙げたんですけど、はい、夢というか地元の少年団が野球もサッカーもあって、たまたまサッカーの体験に早く行ったんですよ。それでサッカーになりました。そしてブラックラーメンはお好きではないと。ちょっと叩かれるかもしれないんですけど、富山に来てブラックラーメンまだ食べたことないです。食べられてないんですか。豚骨派なんで。豚骨がお好き、はい、犬より猫がお好きで、もワンちゃん2匹飼ってるんで、はい、もう断然犬派ですね。このコロナも影響されてますか。嫁と一緒に話しててほしいなって話はしてたんで。最近ご結婚されたんですか。はい、1年と5ヶ月かな。結構支えてもらってますか。そうですね、一番はやっぱご飯、帰ってすぐ疲れた時にあったかいご飯がバランス考えておいてあるっていうのはすごいありがたいなっていうのがあって、まあ、あと帰っておかえりって言ってもらえる存在がいるのは自分の中で大きいですね。そして小さい頃の山田選手っていうのはどんな少年でしたか。双子の兄がいるんで。お兄さんの姿を見てっていう感じが強い。でも対等でしたね、立場は。兄がこうちょっと怒りっぽい感じだったんで、その 怒られた仲間を兄が見てないところで陰でこう大丈夫だぞっていう、勝手に兄の株を下げちゃう。大丈夫です。でもまあまあ兄弟としてやっぱり、はい、今めっちゃ仲いいし、本当に親友みたいな兄がいるんで。カターレ富山の選手で仲いい選手っていうのは、一番は大野洋平さん。やっぱり同い年なんで。お二人はどんなお話するんですか。グラウンドはサッカーの話しますけど、一歩出たらあんまりしないですね、サッカーの話。お互いカレーが好きだったりとかそういうのがあるんで、2人でちょっとカレー開拓しようぜ、勝手に富山カレー部みたいな感じの活動しようぜみたいなんで。なんかおすすめのカレー屋さん見つかりました。立山のコロポっていうスープカレー屋さん、はい、無水の野菜カレー、はい、すごい美味しいです、美味しかったです。山田選手の J2 復帰に向けた意気込みを色紙に書いていただきたいなと。失点しなければ負けない、はい、僕が無失点に抑えればチームは絶対負けないっていうのは自分の中でこうすごく思ってて、それが J2 昇格につながると思います。山田選手からサポーターの皆さんに、はい、僕たちの力だけじゃ、J2 昇格っていう目標は叶いませんし、必ずサポーターの皆さんの力が必要になります。これからも、僕たちと共に強い気持ちで戦ってください。応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日の試合も頑張ってほしいですね。前節は無失点でしたからやってくれるでしょう、はい、このインタビューはフルバージョンも公開しますのでぜひご覧ください。続いては目指せサッカー王国富山、県内でサッカーを楽しんでいる人たちをどんどん取り上げていくコーナーです。初回は番組のご意見番、森泰二郎さんのサッカースクールを取材しましたよ。よろしくお願いします。こちらが私がやってるサッカースクールになります。このスクールはミュンヘンサッカースクールといって、本部がドイツのミュンヘンにあるサッカースクールの日本校になります。これは日本に富山だけです。特徴はサッカーで使う基本的な技術に加えて、フェイントを多く取り入れた練習メニューっていうのを行ってます。フェイントに名前をこうつけて、試合の状況に応じていつどのタイミングでサッカーの技術を使ったらいいかっていうのを具体的に子どもたちに指導することで、よりイメージを持って練習することができるっていうのが特徴になってます。森選手はいろいろな場面で教えてくれるので、やりやすいです。楽しいです。覚えやすいし、教え方も上手なんでいいと思います。分かりやすく説明してくれます。いろんなフェイントとかを教えてくれて、隅々まで教えてくれるので、難しいです。分かりやすくて覚えやすいです。きっかけはカターレを退団した後にドイツの方に、選手として行ってたんですけど、最後の1年はミュンヘンサッカースクールで指導者としても活動していて、でその時にミュンヘンサッカースクールの代表の方と
日本でもこういうスクールがあったらいいなっていう話をしてて、やっぱ日本もある程度こうサッカーの情報だったり指導者の方もいろんなところを経験されてやられてると思うんですけど、このスクールに関しては初めて見た時に、あ、こういう指導もあるんだっていうふうに思ったのが日本でもやりたいと思ったきっかけになってます。こちらはフリースペースとなってて、体幹を鍛える体幹トレーニングなどを行ってます。サッカーだけじゃなく体作りも大事。そうですね、サッカーはやっぱ体自由に動かしたのがうまくいくと思うので、最初は年少から、あとは高校生まで対象です。チームに所属しながら空いた時間で来てくれてる子が多いですね。このスクールからそういう世界で活躍する選手が出てくれたら嬉しいなと思います。将来はメッシみたいな選手になりたいです。ロナウドみたいにいっぱい点を決めれるようになりたいです。まずレアルマドリードに入団してバロンドール取りたいです。森コーチみたいになりたいです。コーチとしては嬉しいじゃないですか。嬉しいです、将来このスクールから J リーガー誕生してほしいですね。はい、期待してます。そして森さん、この取材ですごい技を見せていただいたそうなんですが、はい、わすごい、さすがですね。でも実は何回かやりました。何回かやったんですか、はい、でもそれにしても現役ばりの素晴らしいコントロールですね。そうですね、技術は落ちないですね、ここからはみんなのサッカー情報です。まずアンダー18のプリンスリーグ北信越の試合結果からです。3位までに入ればその上のカテゴリープレミアリーグ入れ替え戦に進めます。全国高等学校サッカー選手権富山県大会はベスト16が決まりました。年輪ピックの予選会も行われています。第2節は16日に開催されます。全日本オーバー50サッカー大会富山県予選はベスト4が決まりました。準決勝は16日に開催されます。さらに詳しい試合結果やイベント情報は富山県サッカー協会のホームページでご確認ください。さあ、カターレ富山は今日ホーム戦です。 SC 相模原戦は富山県陸上競技場で午後2時キックオフ。チケットは J リーグチケットでお買い求めください。皆さんスタジアムで応援しましょうね。森さん、1回目の放送どうでしたか。あっという間でした。これから富山のサッカー盛り上げていきましょうね。頑張ります。それでは来週もこの時間にキックオフ富山見てください。